この前、実況対局の、三子局の碁を、やったんですけど、その後のね、ちょっと要点だけをまとめた、解説をしたいと思います。はい。まあ、このあたりはいいですね。はい。やっぱり、ここに星があるので、受けるよりは、挟みたい感じですね。で、まあ、3、3入ってくれると、まあ、このような感じでね、まあ、一応これが、理想の形になります。はい。まあ、ちなみにですけどね、ご制限先生がね、こういうような、ここまで打って、ここにね、つけるっていう形もね、あるんですね。うん、まあ、これは、まあ、例えばですけど、こう受けると、これがシチョウになると。はい。まあ、そういうことだけ、はい、分かっていれば、はい、まあ、そういう あえてねこうやって打ち込むっていうのもあるんですけどね、はい、まあまあ一応今回はこうしました。はい、でつけまして、まあ一番厳しくこうとかねこう打てば一番厳しいですね。はい、ただこうするとまあつけましてね、うん、まあ例えば跳ねたら跳ねると、うん、また跳ねるんですかね。はい、うん、まあ、こんな感じで、まあ掛けとかに回られてしまいますとね、ちょっと、黒もね打ち方が難しいので、まあ、つけられた時に、まあ、こちら打つとかね、まあ、そういうことになると、こうすいません、こう跳ねて。まあ、つなぎの、まあ、つなぎかね。はい。まあ、こういうような進行でしょうかね。うん。まあ、このように打てれば、1と打ってもいいですけどね。やっぱり結構2が、打たれますから、ちょっと黒もね、悩ましいということで、まあ、実戦つけましたね。はい。まあ、部分的には、これがね、ちょっと甘い手になってしまいますので、部分的には白も、不満ない格好です、これは。はい。ただまあ、お記号なんでね、はい、これでも別に、はい、どうってことないです。はい、ここで、ここに打つのもね、結構いいところですね。うん。ここが高いですからね。はい。低ければ、ここはね、もし2の位置に低ければ、3連星でね、全く問題ないと思います。はい、まあ、ここは高いのでね、ここまでちょっと迫りたい気もするんですよね。はい、まあ、戦いに持っていくと。はい、まあ、これを利かして、はい、で、こすりつけと。はい、ここは硬いですからね、ちょっとここ詰めにくいんですよね。はい、ここ、こうやって詰めにくいです。こうやって固められてしまいますと、まあ、極端な話ね、このような感じで、全てねこう受けてしまうとこちらになって、これはちょっとね重複気味でね、こういう形作るとちょっと効率が悪いのでね、黒は。はい、ということでここはコスミつけたいところです。はい、うん、跳ねるとね意外とこの場合はね調子与えますんでね、うん、調子与えずにこの方が良かったかもしれませんね。はい、でこう白もまあ1手かけるぐらいですから、それでこちらに打つとか、はい、まあこういう焦げまでもまあしっかりしてますから、はい、まあ悪くないですね。はい、で、切り打ってこう やれば、同じく先手取れるんですけど、やっぱりこれは白固めてますんで、これでしたら初めからこうやって取った方が良さそうです。うん、こうやった形がまだ薄いですからね、何かと。うん、さっきの形は白はがっちりしてますので。はい。はい、うん、ちょっと白が一本取った格好でしょうかね。
まあ白はいろいろ三々もあったんですけど、まあ飛んで打ってみました。はい、はい、ここは受けていいと思いますね。まあ飛びもあるんですけど、一発こういうとこ打たれると、ねちょっとまあこんなもんですからね、相場は。はい、まあ、こんな感じ。うん、まあちょっとね破られここね入られてしまうのは。なんとなく嫌ですよね、うん、はい、うん、覗きは手筋ですね。はい、このように打って、はい、ぶつかると、はい、この手順は覚えていた方が、はい、知っておくといいですね。もしこれでこちら打つと今度こちらにぶつかると、はい、でこうやってこちら打てますからね、働いてます。先手でこの両のぞきを防いだと、はい、なので、まあ、実戦はこうやってこうやって、ここにねのぞきました。これで単にこう取りますとここに打たれて、まあここに打つか分かりませんけどね、うん、まあ例えばこういうところも筋になるんですね。こうやるとこう切りが待ってますから、このような感じでこうなってこうやってこうやってまあ伸びると、こういう、これはどうでしょうかね。主張は一応白はいいですか。はい、まあ一応白がいいけど、まあ別に心配なさそうですよね、切られても。はい、まあこういうね2とか、何かとね技がこう飛んできますんで、はい、ま、もし跳ねならこうやってこうやってまた跳ねたいですね、ここはね、うん、ま、このようなね技が飛んできますので、ま、そういう手を、ま、防いだですね、こういうのぞきは。こうやっぱあるとねないとではちょっと違いますよね、感触がね。はい、なのでここは黒も気合でねこちらに渡る手も有力でした。はい、ここで2はこうやって、うん、まあ押さえるとね、まあ、また切りがこれ打たれますね、うん、切りが入っちゃうのでねちょっと嫌ですよね。これまた捨てなきゃいけません。捨てた時にこう行ってまたねぶつかられると渡っちゃうので、うん、例えばこういう格好ですとこれはここだけで生きてますんでね、辛いですね結構ね、うん、まあこれでどうするか、まあ例えばね働いて打つならこうつけてこうやってこうやってまあこんな打たせてこうとかね、うん、そういうことも考えられます。はい、これもちょっと甘いんでね白は。でもうまあ引くとこうやってこうやって、ここってどうしますかね。まあ、つけこれで、これだけで一応生きてますけど、まあ、ぶつかっときますか。はい、まあ、これもね結構ここ白の根拠を取ってますからね。何かとぶつかりからまたいろいろここありますからね、結構辛いですよねこういう息も。はい、なのでここ渡る手は十分、考えられました。実戦はつないでこうやったと。はい、まあ、ここにあるとね結構何かとこういうツケにもねこうやって裏切ってね渡ることもできますし、何かと名家たちこちらの援軍にもなってますね。はい、まあ進んでね本当はねここまで行きたいんですけど、まあこういうのがね効いたりするとねこうやってつけこう切りとかがねやっぱり下手としてはちょっと怖いでしょうかね。はい、うん、うん、そうですね、本来はこういうつけ引きも打ちたくないところですからね、うん、はい、ここでまあ普通はですね
こうやってもたれ攻めって言ってね、このように打つことが、筋なんですけどね。例えば切ったらこうやって、こうやったらこうやって、こうやってこう封鎖すると、はい。まあ、ただこの場合ですね、こういうのが効いてここにつければもう大体目なんですね、はい。これなかなか助けられませんから、こうやったらこうすぐ、まあこれで息はありますからね。そうなってくるとちょっとね、ここの損が大きいんですよね。うん、ここやったけどあんまり大したことないんでね、この厚みでは。なのでこの場合はちょっと、これやめたんですね。こちらで来られる可能性もありますからね。はい、ということでここで、付け引きを打ってくれたので、ここで G に点、変わりましたと。はい、まあ、上継ぎはね硬いんですけど、こう切りがねやっぱり残るのが結構たまらないので、まあやっぱり引きで打ちたいです。はい、まあこれは、別にねそんな痛くないですよね。こういう手が心配ありませんから、ここは地に辛く打っててよかったと思います。はい、うん、この手がね僕はちょっと反省ですね。うん、まあこのぐらいでしたね。こうやっておくと黒も守りづらいですよね。守ると三々が目に見えてますから、ちょっとこちらの方がね黒としてはちょっと嫌だというかね。はい、うん、まあこの手はね、まあちょっとね、まあ当然反発とかしてきますよね。はい、まあ、あまよくはね、あの刺し違いみたいな感じをね狙った手なんですけど、ちょっと薄い打ち方でしたね、白はね。ここは黒は一番のチャンス到来といったところです。はい、ここでね普通にこうやって受けたんですけど、ここの桂馬がね非常に好点だったんですね。はい、なのでこの辺りでここ桂馬にしておきたかったですね。こうやっておくと、まあここにやったら、まあこれね全然これ死んでも死にそうな石になっちゃってるんですけどね。ちょっとまあ仮に生きたとしてもね、生きたとしてもこの中央がそのままなんか取られてしまいますよね。こんな感じでもう全部地だと言ってもいいかもしれません。これは一気にね黒の勝ちとなってたはずですね。はい、ここが唯一っていうか一番はっきりとしたチャンスでした。はい。はい、まあこのそうですね、まああとは寄せですけどね、寄せ勝負でしたけどね。はい、まあこの辺りで、こちらをね全て決めて置いてから、これもねこれに対してこう渡らなきゃいけないとかになるとなってますからね、結構ここ地味についたりするんですよね。そしてまあ下がりを打って、これこちら打ちたいんですけど、こう三々入られるとね、これはとても死なない石ですから、だいたい受けるんです。これはねこうやって受けて、はい、まあ、爪とかになればね、まだまだ地で頑張れる子だったと思います。はい、駒ん中囲いに行ったんですけどね、意外とこれは、真ん中が地にならなかったというか、はい、これがねちょっと、怖い手に見えますけど、これはこうやった時に全てねこうやってつながってるんですね。はい、ということでここは
問題ないと。これ、先手で打たれたのはちょっと痛かったですね。本来は黒から打てるところでしたから。はい、はい、ちょっとねこうなってはちょっと、差が開いてしまったかなといったところでしたね。はい、黒はね、やっぱチャンスまだまだあったんですけど、はい、やっぱ中央のね寄せに目がいってしまいましたね。ここは意外とねもうどうせこれはね取られて死んでるような石なんでね、意外と10目ちょっとぐらいでね、意外と大したことなんかがなかったかなと思いました。はい、だいたいねこんな感じかなと、はい、思います。はい、じゃあはいこんな感じで終わりにしたいと思います。はい、ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。